霧箱に梱包して販売されるマスクメロンの一例マスクメロンは邪行のような強い方向を持つメロンの総称である。別名は邪行売り。日本では主にアールスフェボリットのことを指し品種名ではない。蒸気のように名称のマスクは邪行を意味するムスクで仮面などを指すマスクではない。果実はほぼ休憩。可否表面にはコルク質の網目を生じる。 果肉は黄緑色で果汁が多く非常に甘い。鶴割れ病に抵抗性がなくうどんこ病などの他の病害にも抵抗性がないので栽培は非常に難しい。根が弱く鶴割れ病抵抗性のメロンに接ぎ木をして栽培されている。栽培は温度、湿度を管理した温室内で行わなければならず豆に手を加えなければ良質なものはできない。 また一本の鶴からは一個だけしか生産しない。このため価格も高く、高級品では一玉三万円を超えるものもある。主産地は、静岡県で、高知県がこれに次ぐ。下皮表面に網目状模様ができる性質を利用して、祝い,いや感謝のメッセージを浮かび上がらせる、贈答用メロンの生産を受けよう農家もある。なお、複数の実が結実した場合、一個を残し他は小さい。 うちに摘み取られる。摘み取られた実は、小メロンの名で、漬物や刺身の妻に利用されることがある。日本では、マスクメロンが、メロンの品種としては、最初に普及し、メロンの代名詞的ブランドにまで成長した。この品種が開発されたのは19世紀末のイギリスである。白爵のお気に入りという意味の名は、ラドナー白爵邸の農園で作られたことに由来する。 日本では1925年に導入され、静岡県温室農業、共同組合クラウンメロン支所の前身である、岩田温室農協丸製支所などで、栽培方法の確立が行われ、日本全国へと広まっていった。現在、本国イギリスでは、この種は栽培されなくなっているが、日本では昭和から続く伝統的な高級メロンとして、珍重され続けている。 千匹屋の主力商品でもある。カンタロープメロン、カンタルペンシスグンネットの網目とか比が、粗いもの、楕円形型の形状。カンタロープ、スペインメロンなど。レディクラトゥスグンネットの網目が細かく、球形型の形状。アンデスメロン、アールスメロン、高みメロン、夕張メロンなどアールスフェボリットアールスフェボリットメロン、アールスフェボリットは、網メロンの代表品種である。略して、 アールスメロンとも呼ばれる。アールス系品種。アールスの弱点である対抗性、病害抵抗性を付与して改良された、外見がアールスと似たそっくりの品種を指す。ハウスメロン並みの丈夫さを持ち、栽培が容易で、糖度も上がりやすい品種が多い。上手に栽培すると純粋なアールスと見分けがつかなくなるぐらいで、食味もアールスと同等の品質のメロンである。坂田の種の アールスナイト、八高農芸のアールスセーヌ、横浜植木の宮火シリーズが各地で栽培されている。この三つのシリーズは、すべてうどんこ病態病性、つるわれ病抵抗性であり、栽培も容易である。茨城県、愛知県、熊本県が主な産地。後輩種赤肉メロンの代表格である、夕張メロンは、このアールスフェボリットとスパイシーカンタロープの後輩種である。 かつて、マスクメロンは、デザイナーフーズ計画のピラミッドで三軍に属しており、三軍の中でも、バジル、タラゴン、カラス麦、アサツキと共に三軍の上位に属する、がん予防効果のある食材であると位置づけられていた。ありがとうございます。